私のこと好きだって、あ、好きです。お前先に食い込んできたぜ、こいつ。それはさ、はい、みんな私が怖いからなの？え、違いますよ。え、怖くないです。なんか怖くないです。なんか違うのね。それ失礼かもしれないですけど、ね、そう、すごく気にしてると思う。そこでね、年下の子らに怖いと思われてる、怖いと思われてんじゃないかっていうね。え、なんでですか？なぜだろうね。なんででしょう。いやいや、大丈夫だと思いまして、私がなんか年下を代表して言うの変なんですけど何様だって感じなんですけどあの私は、ね、あの全く怖くないって言ったらなんか舐めてるみたいになるんですけど私違うんです。だからどんどんボケツを持ってるんですけど、いいの、大丈夫大丈夫、ね、そんなことなくて、うん、あのいい意味で、そんなふうに思わないさ、いい意味であのリスペクト、へー、便利な言葉だよ、リスペクトって第一歩なんだよ、第一歩入って、ほらみゆき割とね、うん、フィールドがこう結構硬いところがあるから、うん、そこをこうガンって開いたら、うん、割とこうぐんぐん来てくれるけど、うん、そのこじ開けるまでがどうしたらいいのかっていうのがあるんだと思うんだよ、きっと。なんかこう多分もしかしたらあの年下とか我々が話していいのかなっていうのがあるかもしれないです、うん、話していいっていうお墨付きをもらえたら話したいけど、うん、言っていいのかなみたいなとこあるかもしれないです、うん、なんかさ、私は割と先輩にバンバンこうバンバン突っ込んでた投稿してた方だから、はい、そのなんかな悩むんだよね、こっちからは行けないし、あ、かといってあんまりなんか黙って現場にいるのも悪いかなと思ったり、なんか年下との関係って難しいのね。あ、そうか、ね、でも多分わかんないですけど、例えば沢城さんが、うん、一言その声を、うん、沢城さんの一声をもらえたらもう鶴の一声並みですよ、多分みんなうひょうって感じだと思う。なんて言ったらいいの、まず何でしょうね、今日は天気がいいアメリカ人か、いじってあげたらいいんじゃない。わかった、じゃあまず天気の話を今度してみるね。あ、本当ですか、うん、やってみる、ぜひ。どんな万人に共通するか知ってるわ天気の分かったファッションなり何なりとか見てさ、なんかツッコミどころがあるんだったらそこでこう話しかけていったらいいんじゃない。そしたら多分嬉しいと思うもん、ね、向こうとしては。あとはなんか沢城さんはむしろどういう風に来てほしいとかをここで大好評しておけば、私はもしかしたらこれを今後それを参考に布教してくれる、はい、行くかもしれないです。第一人者となってそう言われると困るみゆき的にはガンガン来てほしい方なの。なんだろう、言われたら答えられるわけ。なんか、あ、もっと話したいですとかね。もっと話したいです？なんだろう。なんでもなんだけど。うん。なんでもいいんだけどね、うん。確かにきっかけって難しいね。そうかもしれないです。ご飯とかみゆき行くの？行かない。そこだよ。そこだよ。そこ。そこ大事。わかった。そこやで。ご飯か。そうそうそう。後輩とかにこう話しかけるときにご飯行く、うん、っていうだけでもついてきてくれるから。お前ら何でも好きなもの食べていいぜ的な。大盤振る舞いね。その先輩じゃねえだろ。そっか。ご飯行ったときにそうそうね、いかに話しかけてあげたりすればいいじゃん。わかった。やってみる。うん、そしたら多分これね、はい、話しかけていいんだって言ってもらえたら、話したい気持ちはきっとみんなたくさん、うん、やってみる。やってみて。OK。